はい、こんにちは、陽介です。陽介のプラモ Vlog ということで、プラモの進行状況を、ご紹介しながら、日記的なね、Vlog をお送りしていますけども、毎回毎回ちょっとね、見栄えが変わらない感じではございますが、相変わらずレイアースの、プラモをやっております。で、前回問題というか自分で撒いた種なんですけど、なった、パーツをですね、足の関節パーツですね。はい、このように接着というか、やってます。で、これどうしたかっていうと、一応 ABS の、接着剤と、真鍮線買いました。で、それで新たにプラ板を貼りまして、さらにですね、プラ板のこの隙間って言ったらいいんですかね。はい。あの、凹凸の部分があるので、それを鳴らすために瞬間パテを持ってます。こんな感じで。はい。で、これを今から平らにというか、鳴らしていくという、削っていくという、作業になります。それの手前です。まあ、軽めにこう、鳴らしてはいるんですけど、こっちなんかはまだ、全然持った後の状態ですね。はい。結構下がね、パテの持った透けてるんですけど、これで結構隙間が埋まってます。で、やっぱこう見ると、若干こう斜めってるかなという感じではございますが、これで一回やってみて、バランス、多分崩れてしまうとは思うんですけど、ちょっと一回やってみます。でですね、それでも、これはちょっと無理があるだろうぐらいな感じになってたら、パーツ請求をちょっと視野に考えております。はい。で、これを今から削っていくという作業ですね。はい。で、あと、こちらなんですけど、後はめ加工で分割したパーツですね。で、ここなんですけど、ここ見えちゃうので、蓋をしてます。プラ板で蓋をして、さらにその、やっぱり接着面、接着しているところがですね、隙間というか、段になっちゃうんで、瞬間パテで埋めてます。これも今から、削っていくという作業になりますね。で、あと他にも、まあ、表面処理をやってたりとか、こんな感じで、はい、やってます。まあ、今からサフするんで、この後は消えるんですけど、なんか後になっちゃってますね。はい。まあ、問題ないです。つるっといってます。で、他にもいろいろまだまだ、表面処理するパーツが結構あるので、そちらを進めているところです。はい。まあ、ちょっとね、毎回こんな感じでお送りしていますけども、余談をまたお話ししようかと思うんですが、はい。皆さん、聞いてらっしゃる方も多いかと思うんですけども、この、Q太郎さんのですね、土曜日ラジオ。はい。YouTube のですね。はい。私も毎回聞いてます。プラモの作業のお供にですね、聞いてるわけですけども、こちらの方、コメントを読んでくれるんですよね。はい。ネタとして。ネタとしてというか、はい。ラジオのコンテンツとして。で、私もたまにこう、コメントを書いたりも、しているんですが、今回のこの31の土曜日ラジオでも、はい、コメントを読んでいただきありがとうございます。で、その前のね、ラジオ、Q太郎さんのラジオとかでもコメント読んでくださって、なんか YouTube を自分がね、やってますなんていうことを確か書いたと思うんですけども、なんかアイバーさんと Q太郎さんがね、ちょろっとだけでも見てくださったんで、すごくありがたかったなと思います。まあ、このね、私の YouTube チャンネルをお二方が見ているかは、わかりませんけども、本当に、感謝してます。ありがとうございます。これからもですね、作業のお供にですね、土曜日ラジオ、聞いていきたいなと思っております。はい。ということで、今回はこんな感じです。そろそろですね、なんか別な、動画コンテンツも、考えているので、ぜひともですね、チャンネル登録よろしくお願いします。では、陽介でした。それではまた。